ようございます。おはよう。よし、青になったぞ。右よし、左よし。危ない。第11話、バイクの怪人現る。いてててて、怪我はない？うん、大丈夫、ありがとう。大丈夫か、ベロキラプター。平気平気、しかし最近多いんだよね、子供たちを狙った悪いバイクが。警察と連携を取って取り締まりを強化しよう。後でリノラボに来てくれ。わかった、後でね。いた。どうやらベロキラプター、足をくじいてしまったようです。さて、今日の朝も出現したバイクの怪人だが、警察から要請があった。最近被害が多い案件じゃな。わしも散歩中に見たんじゃが、すごいスピードで追いつかなかったんじゃ。何か罠でも仕掛けて捕まえるか。紐でぐるぐるにしちゃう。空から追跡してもいいぜ。水で吹き飛ばすか。とりあえず見かけたらすぐに警察に連絡して協力を仰ごう。大変なことが起きる前に何とかしないとな。大丈夫か、エロキラクター。ずっと黙ってるが。ごめんごめん、バイクの怪人早く捕まえなくた。ベロキラクターの足なら追いつけそうな気はするが。任せて、見つけたら捕まえちゃうね。怪人はどうやら明け方から出現するらしいな。夜明け前に捜索を開始しよう。俺起きられる気がしね。プテラドンジャ頼んだ。あいよ。よし、それでは明日決行だ。解散。早く直さなくちゃ。ベロキラプター、ちょっといいか。どうしたのリーダー。足が治るまで休んでろ。何のこと、全然大丈夫だよ。気持ちはわかるが、バイクの怪人は俺たちに任せろ。わかった。まさか、休んでろって言われて休めるわけないじゃん。おい、ベロキラプター、おはよう。おはよう。危ない、下がって。わあ、止まれ。やばい、間に合わないかも。危ない。飛んだ。うまいこと逃げられたな。空はプセラドンジャーに任せよう。ベロキラプター、マッシ痛いんでしょ。え、なんでわかったの。そんなのみんなお見通しじゃ。ごめん、みんなに心配かけたくなくて。おい、みんな聞こえるか。怪人がものすごいスピードで戻っていくぞ。それと警察には連絡しておいた。ベロキラプターは子供を頼む。ここは俺たちに任せてくれ。わかった。よし、ブラキオージャー、あいつを止めてくれ。オーケー。待て、わしらも追いかけるぞ。あんまり無理すんなよ。とりゃ、ブラキラさん、ウィッグモードぐるぐるにしちゃうぞ。ナイスじゃ。よし、行くぜ。エナジーチャージ、エナジーチャージ、エナジーチャージ。ブンブン回せ。おりゃ、それトリプルトルネード。新技決まったな。3人でこの威力すごいよ。ほんとじゃな。これからも進化し続けるぞ。ナイスだったぜ、みんな。
ご協力感謝いたします。ああ、交通ルールを守らない悪い奴が出たらまた呼んでくれ。すまん、起きられなかった。信じられないんですけど、みんなにご飯ごちそうしてよね。まあまあ、無事終わったことだし、いいじゃないか。リーダーがいつもそうやって甘やかすからじゃん。なんで俺が怒られるんだ。無事、バイクの怪人を取り締まることができたディノランサーズ。安全のために、交通ルールは絶対に守ろうね。行け、ディノランサーズ。ゴールド免許を目指せ、ディノランサーズ。